私の花たちでは破壊できない。防御に徹してもそう長くは持たないでしょう。つまりその間に俺たちがチュデルキン本人を攻撃するしかないってことか。その通りです。10秒どうにかして防ぎます。キリト、ユージ、その間にチュデルキンを撃ってください。うわ炎の魔人よ、丸焦げにしてやりなさい。めくれ、花たち、ヤツの目を。わかった、ディスチャージ。2-1 お気をつけの。まさか回復を。片付けるだけよ、見苦しいから。なんということ。ショーではあったけれど、それなりに意味のあるデータも少しばかり拾えたわね。イレギュラーの棒や詳細プロパティを参照できないのは非正規婚姻から発生した未登録ユニットだからかなって思ってたんだけれど、違うわね。あなたあっちから来たのね。向こう側の人間。そうなんでしょ。そうだ。とはいえ俺に与えられた権限レベルはこの世界の人たちと全く同等で、あなたのそれには遠く及ばないんだけどな、アドミニストレーター。いや、クイネラさん。図書室のちびっこがつまらない話をあれこれ吹き込んだようね。それで坊やは一体何をしに私の世界へ転げ落ちてきたのかしら。管理者権限一つ持たずに。権限はなくても知っていることは少しばかりある。へえ、例えば。くだらない昔話には興味ないわよ。なら未来の話はどうだ。クイネラさん、あなたはそう遠くない未来にあなたの世界を滅ぼす。私が？私の可愛い人形たちを散々痛めつけてくれた坊やじゃなくて、この私が滅ぼすの？そうだ。なぜならあなたの過ちはダークテリトリーからの総侵攻に対抗するために聖豪騎士団を作り上げた。いや、作ってしまったこと、それ自体だからだ。いかにもあのちびっ子が言いそうなことね。いっそ不憫だわ。そこまでして私を追い落としたいあの子も、うかうかとそれに乗せられた坊やも。お言葉ですが、最高司祭様、来るべき闇の軍勢の総進行に
現在の聖豪騎士団では抗いきれないとお考えだったのは、騎士長ベルクーリ閣下も副長ファナティオ殿もご同様でした。そしてこの私も。無論我ら騎士団は最後の一騎までも戦い抜き散り果てる覚悟でしたが、しかし最高司祭様には騎士団亡き後無垢の民人を守る手立ては終わりだったのですか。よもやお一人でかの国の大軍勢を滅ぼし尽くせるなどとお考えだったわけではありますまい。私は先刻あなたの執着と欺瞞が騎士団を崩壊させたと言いました。執着とはあなたが人海の民たちからあらゆる武器と力を奪ったことであり、そして欺瞞とはあなたが我ら聖豪騎士すら深くたばかっていたことです。この世界を民たちを守るために必要なことであったのなら今は咎めますまい。ただどうして我らの氷教会と最高司祭様に対する忠誠と敬愛すらも信じてくださらなかったのですか。なぜ我らの魂にあなたへの服従を強制するなどという汚れた術式を施されたのですか。あらあら、アリスちゃん、ずいぶんと難しいことを考えるようになったのね。私があなたたち聖豪騎士を信じなかったですって。ちょっとだけ心外だわ。とっても信頼してたのよ。歯車仕掛けでけなげにカタカタ動く可愛いお人形さんたちですもの。アリスちゃんだって大事な剣が錆びたりしないようにこまめに磨いてあげるでしょ。それと同じことよ。あなたたちにプレゼントしたパイエティモジュールこそ私の愛の証だわ。あなたたちがいつまでも綺麗なお人形でいられるように、くだらない悩みや苦しみに煩わされずに済むように。かわいそうなアリスちゃん、綺麗なお顔をそんなにくしゃくしゃにしちゃって悲しいのかしら、それとも怒っているのかしら。私のお人形のままでいればそんな無意味な感傷を味わうことは永遠になかったのに。安心してアリスちゃん、ちょっとおいたをしたくらいで怒ったりしないから。今あなたにそんな悲しい顔をさせてる記憶もリセットしてちゃんと消してあげる。何も考える必要のないお人形にちゃんと戻してあげるわ。確かに私は今胸を引き裂かれるほどの苦しみと悲しみを感じていますけれど、私はこの痛みを、初めて感じるこの気持ちを消し去りたいとは思いません。なぜならこの痛みこそが私が人形の騎士ではなく一人の人間であることを教えてくれるからです。最高司祭様、私はあなたの愛を望まない。あなたに直してもらう必要はありません。人形であることをやめた人形、それを人間とは呼ばないわよ。アリスちゃん、ただの壊れた人形に過ぎない。残念だけどあなたがどう思うかなんて関係ないの。私がシンセサイズすれば今のあなたの感情なんて何もかも消えてなくなっちゃうんだから。あれ、ごめんねわ。クイネラさん、あなたは管理者権限を持つ最高司祭だ。だがいくらあなたでも過去を好き放題編集できるわけじゃない。あなたもまた人の子として生まれ育った一人の人間であるという事実は決して消去できない。人間、人間ね。向こう側からやってきた坊やに言われるとなかなかに複雑なものがあるわね。つまり坊やは自分の方が偉いと言いたいの？アンダーワールド人ごときが生意気なってってことかしら。いやいや、とんでもない。大元のところでは同じ魂を持つ人間であることに違いはない。俺が言ってるのはあなたも人間である以上完璧な存在ではありえないってことさ。聖護騎士団が反壊した以上、もし今ダークテリトリーの総侵攻が始まったら人界は滅ぶぞ。あなたがこれまで苦心して維持あるいは停滞させてきたこの世界を容赦ない破壊と暴力にさらされる。それを見た向こう側の者たちはこう思うだろう。今回は失敗だった、また最初からやり直そうってな。
さすがに愉快ではないわね。この世界が私の知らない何者かに意のままにされるただの箱庭だなんてはっきり言われるのは。でもそれならあなたたち向こう側の人間たちはどうなのかしら。自分たちの世界がより上位の存在に創造されたものである可能性を常に意識し、世界がリセットされないように上位者の気に入る方向へのみ進むよう努力しているの。ไม่คุยกับแม่งละないわよね。戯れに世界と命を創造して、いらなくなれば消し去ろうなんて連中だもんね。そんな世界からやってきた坊やに私の選択をどうこう言う権利があって、私はごめんだわ。創造神を気取る連中におもねって存在し続ける許しを請うなんていう惨めな真似は。ちびっこに昔話を聞いたなら坊やは知ってるはずよ。私の存在証明はただ支配することのみにある。その欲求だけが私を動かし、私を生かす。この足は踏みしだくためにあるのであって、決して膝を屈するためではない。ならばあなたはこのまま人界が蹂躙されるに任せ、民なき国の支配者として名ばかりの玉座で一人滅びの時を待つつもりなのか。私はこのアンダーワールドをリセットさせる気はもちろん、最終負荷実験さえも受け入れるつもりはないのよ。そのための術式はもう完成しているの。喜びなさい。誰よりも最初にあなたたちに見せてあげるから。本当のことを言うとね、騎士団はただのつなぎだったのよ。真に私が求める武力には記憶や感情はおろか、何かを考える力すらもいらない。ただひたすらに目の前の敵をほふり続けるだけの存在であればいい。つまり人間である必要はないの。何を言って。愚かな道化だったけれど、チュデルキンも少しは役に立ったわね。長ったらしいこの術式を最後まで組み上げる時間を作ってくれたんだもの。さあ目覚めなさい、私の忠実なるしもべ、魂なき殺戮者よ。リリースリコレクション。これはまさかありえない。ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะต้องเล่นจนถึงจะจบเนื้อเรื่องเลยเหรอวะเนี่ยมันไม่จบมันไม่มีให้ตัดจบเลยเว้ยคือแตกพ่ายก็จ๊ะโอ้ก็แรงอยู่นะไม่ต้องเจาะเกาะก่อนด้วยคือได้เรื่อยๆเลยเอาไปยุเอาไป
ูแทงอากาศทำไมวะเนี่ยเฮ้ยดาเมจมันแรงขึ้นว่ะその探検を使うのよ。誰ですか？あなたたちの味方よ。早く探検を床の昇降板に差しなさい。เสียงนี้ไม่คุ้นเลยว่ะこのままでは二人が。あれ、เสียงจะคนด้านนอกแน่เลยวะเฮ้ยไม่ใช่น้องแมงมุมน้องโคตรน่ารักชัวように生きよと言うたじゃろうに。キリト、この方は一体？名前はカーディナル。200年前にアドミンストレーターと戦い追放されたもう一人の最高司祭だ。大丈夫、味方だよ。俺と勇士を助けてここまで導いてくれた人だ。この世界のことを心から愛し、また憂いている。カーディナル、あれがシャーロットの真の姿だったのか。彼女は俺たちを救ってくれた。俺たちのために自分を犠牲にしたんだ。なぜ、なんでそんなことが。この子はもう50年も生きておった。その間ずっとわしと語らい、多くの人間たちを見守ってきたのじゃ。お主に張り付いてからでも早2年。それほどの時を共に過ごせば、たとえフラクトライトを持たずとも、たとえその知性の本質が入力と出力データの蓄積に過ぎなくとも、そこに真実の心が宿ることだってあるのじゃ。そう、時として愛すらも、貴様には永遠に理解できぬことであろうがな、アドミニストレーター。虚ろなるものよ。来ると思ったわ。その坊やたちをいじめていれば、いつかはカビ臭い穴蔵から出てくると思ってた。それがお前の限界ね、おちびさん。私に対抗するための手駒を仕立てておきながら、それを駒として使い捨てることもできないなんて、まっ
ったくどしがたいわね、人間というものは。しばらく見ぬうちに、貴様こそ随分と人間の真似が上手くなったものじゃな。200年の間ずっと鏡を相手に笑う練習でもしておったのか。あら、そういうおちびさんこそ、そのおかしな喋り方は何のつもりなのかしら。200年前、私の前に連れてこられた時は心細そうに震えていたのに。ねえリセリスちゃん。โดนขังจ้าこの場所のアドレスを切り離したな。200年前、あと一息で殺せるというところでお前を取り逃がしたのは確かに私の失点だったわ。あのカビ臭い穴蔵を非連続アドレスに設置したのは私自身だものね。だからね、私はその失敗から学ぶことにしたの。いつかお前を誘い出せたら今度はこっち側に閉じ込めてあげようって。ネズミを狩る猫のいる檻にね。つまり貴様自身もこの場所に完全に囚われたということじゃ。そしてこの状況ではどちらの陣営が猫でどちらがネズミなのかは確定しておらぬと思うが、何せ我々は4人、そして貴様は1人。この若者たちを侮っておるのならそれは大いなる過ちじゃぞ。4人対1人？いいえ、その計算はちょっとだけ間違ってるわね。正しくは4人対300人なのよ。私を加えなくてもね。何？4人対300人？貴様、貴様、なんと、なんという非道な真似を。貴様は統治者じゃろうが、その剣人形に変えた者たちは本来貴様が守るべき民ではないのか。民？民って人間？人だというのですか、あの怪物が。ご名答、やっと気づいてくれたのね。私は支配者よ。私の意志のままに支配されるべきものが下界に存在していればそれでいいの。たとえその形が人だろうと剣だろうと、それは大した問題じゃないわ。あら、揃って黙り込んじゃってどうしたの。大体これはあくまでプロトタイプなのよね。いやったらしい負荷実験に対抗するための完成形を量産するにはざっと半分くらいは必要かなって感じだわ。半分とは？半分は半分よ。人界に存在する約8万のヒューマンユニットの半分、4万ユニット、それだけあれば足りるんじゃないかしら。ダークテリトリーの進行を退けて向こう側に攻め込むのにね。どう？これで満足したかしら、アリスちゃん。あなたの大事な人界はちゃんと守られるわよ。最高司祭様、もはやあなたに人の言葉は届かない。故に神聖術師として尋ねます。その人形を作っている30本の剣、その所有者は一体どこにいるのです。ソードゴーレムを構成する一本一本の剣が記憶解放によって動いているのであれば、剣とその主の間に強固な絆が必要となる。私とこの金木星の剣、他の騎士たちとその神器、あるいはキリト、ユージオと彼らの剣のように、主は剣を愛し、また愛されなくてはならないはずです。答えは坊やたちの目の前にあるわ。ユージオにはもう分かってるはずよ。ユージは何に気づいたんだ。キリト、あの天井にはめ込まれている水晶、あれはただの飾りじゃないんだ。あれはきっと聖護騎士たちから奪われた記憶のかけらなんだ。
中には6年前のシンセサイズによって奪われた騎士アリスの記憶も含まれているはずだ。もしそうなら2年前ルーリットの北の洞窟でユージューの傷を治療する中で聞いた声の主はアリスの記憶のかけらなのかもしれない。それはつまり騎士から奪われた記憶それ自体も独立した思考力を持っているということにならないか。己クイネラ、貴様はどこまで人をもてあそぶつもりなのじゃ。あら、さすがと言ってあげるべきかしらね。おちびさん、聞かせてくれるかしら、あなたの回答を。フラクトライトの共通パターン、そういうことじゃろ。シンセサイズの秘技で抜き取った記憶ピースを新たなライトキューブにロードした精神原型に挿入すれば、それを疑似的な人間ユニットとして扱うことは可能じゃ。しかしその知性は極めて限定され、ほとんど本能的衝動しか持たぬ存在となるじゃろうか。ได้ยินเสียงเหมือนฝนตกเลยว่ะอย่าบอกนะว่าฝนตกหนักออกไปไม่ได้แน่ๆชิบหายแล้วคือสることはできん。つまり天井で輝く水晶は最愛の誰かの記憶を与えられた赤ん坊ということなのか。じゃあその制限にも抜け道はある。それはつまりフラクトライト原型に挿入した記憶ピースとリンクする武器の構成情報が限りなく共通するパターンを持っている場合じゃ。具体的には聖豪騎士たちから奪った記憶に刻まれた最愛の人間自身を。ฝนตกหนักมากข้าวเที่ยงก็ไม่มีจริงๆมันก็มีข้าวเช้าสำหรับพรุ่งนี้อยู่แหละแต่คือไม่อยากจะกินมันไงแต่ก็คงไม่ได้แล้วล่ะเอลดอเรียนพ่อของยูดิสโซลเวอร์ตันซึ่งそして彼女たちの近しい親族を素材にしているのか。แล้วก็ผมก็เพิ่งกินเนี่ยไปเมื่อเช้านี้ด้วยกินสองมื้อเลยว่ะ彼らの愛した300人の人間でできたソードゴーレムを動かしているのか。けど赤ん坊レベルの思考力しか持たないはずの記憶のかけらたちは一体いかなる衝動、いかなる感情によって巨大なソードゴーレムを動かしているのか。欲望よ、触りたい、抱きたい、自分のものにし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 たい、すぐそばに愛するものがいることを感じているわ。でも触れない、一つになれない。苦しいほどの飢えと渇きの中で見えるのは敵の姿だけ。だから戦う。どんなに傷を負っても、何度倒れても、起き上がって永遠に戦い続けるの。どう、素敵な仕組みでしょう。本当に素晴らしいわ、欲望の力というもの。違う、誰かにもう一度会いたい、手で触れたい、その感情を欲望などという言葉で汚すな。それは純粋なる愛じゃ。人間の持つ最大の力にして最後の奇跡。決して貴様のようなものがもてあそんでよいものではない。同じことよ、愚かなおちびさん。愛は支配、愛は欲望、その実態はフラクトライトから出力される信号に過ぎない。私はただ最大級の強度を持つその信号を効率よく利用しただけよ。お前が用いた手段よりもっとずっとスマートにね。お前にできたのはせいぜい無力な子供を 2,3 人籠絡する程度だ。うまいわ。でも私は違うよ。私が作った人形には
記憶フラグメントも含めれば300ユニット以上もの欲望のエネルギーが満ち溢れている。そして何より重要なのは、その事実を知った今、お前には決して人形を破壊できないということよ。なぜなら人形の剣たちは形を変えただけの生きた人間どもなのだから。はあ、そうじゃな。わしに人は殺せぬ。その制約だけは絶対に破れぬ。人ならぬ身の貴様だけを殺すために200年の時を費やして術を練り上げてきたが、どうやら無駄だったようじゃ。なんて愚かな、なんて滑稽なのかしら。お前ももう知っているはずなのに、この世界の真実の姿を、そこに存在する命なるものが書き換え可能なデータの集合に過ぎないことを。それでもなおそのデータを人間と認識し、殺人禁止の制約に縛られるとは、愚かさもここに極まれりだわね。いいや、人だとも食い狙いよ。アンダーワールドに生きる人々は我々が失ってしまった真の感情を持っている。笑い、悲しみ、喜び、愛する心をな。人が人たるためにそれ以上の何が必要であろうか。魂の入れ物がライトキューブだろうと生体脳だろうと、それは本質的な問題ではない。わしはそう信じる。故に誇りと共に受け入れよう、敗北を。じゃが一つ条件がある。わしの命はくれてやる。バイ。代わりに。バイ。この状況さっき言うたじゃろ。せん、それほ、別に。でもまあ面倒で、その逃がす今後永遠に。いや、まあ私も面白い遊びを後に取っておけるしね。いや、神ではなく貴様が唯一絶対。ダメだ、これじゃ俺たちの8年前と同じだ。じゃがわしにソードゴーレムは。俺たちがやる。俺たちがソードゴーレムだから生き。私も騎士として。わかった。僕にユージを。キリト、僕はアドミニストレーターに惑わされ、君とアリスに剣を向けてしまった。それなのにその罪を償う。キリトの言う通り、それだけを。カーディナス、ユージを。僕らがここに。แม่งเปลี่ยนตัวเองเป็นดาบแล้ว1ปะทะ300อยู่ดีแล้ววะ。その悲劇を防ぐためのシステムコール、リムーブコアプロテクション。เนี่ยถ้าผมเป็นแอดมินตอนนี้ผมจะแทรกไอ้ UGO ตอนนั้นเลยอีนเดสそうだ最高資産。เนี่ยตอนนี้โดนล้างสมองได้แล้วเนี่ยทําไมไอ้แอดมินมันกระจอกอยู่ว่ามันกูเข้าแทรกตอนนี้เลยมั้ยそうだとされちゃダメだだってもいいんだそのよかキリト友人。わか、待ってください。大丈夫だ。しかしあなたと友人のようには戦えません。それなのに。どうした？声が。声。記憶がなくとも今日ここでだからあなたは戦える。彼女。アリス・ツーベルク。いいでしょう。彼女の言う通り、記憶がなくとも共にソードゴーレムへと挑む。どんな敵だろうと。โคตรนานกว่าจะได้สู้อีกครั้ง。เฮ้ยเฮ้ยควรถามตัวเองว่าไหวหรือเปล่าเอลเอสมันสั่งให้ทำได้อย่างนี้ปะอันนี้จะติดสโลเดนกด X แล้วก็กด Y เกมนี่มันอยู่ที่คอมโบด้วยว่ะ
มันไม่ใช่ว่าจะเล่นเฉยๆเข้ามาดิครับแต่มันก็จบไวไปไม่ใช่รูปแบบเนี้ยมันต้องเป็นดาบใหญ่ๆที่มันฟาดกันฟาดไปฟาดมาดิเมื่อกี้พูดอะไรนะสมารณาย悪あがきをしてくれるわねちびっこはせっかくの楽しい記憶に傷がついちゃうじゃないのでもせいぜいプロトタイプを一つ壊すくらいが限界だったってことよねあんなものこれから何百何千個と作れるんだものあらまだやる気なのボーイ隙間をつついて私の人形を崩したくらいで随分と強気じゃない อันนี้ตอนเริ่มเลยอันนี้ไม่เหมือนกับในอนิเมะเพราะตอนนี้อันนี้คือยูจิโอต้องหักครึ่งไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นดาบอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ดาบเล่มนี้ด้วยมันจะเป็นดาบที่เป็นตัวของตัวเองเลยนะครับโอเคเทพเจ้าดาบคู่คิริโตะนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ป้าเบิร์สตรีมแม่งตอนที่กูดูตอนนั้นกูเป็นเด็กอ่ะกูยังรู้เลยว่าแม่งสกิลพระเอกชิบหายคิดดูแบบเลือดเหลือตีมนึงแล้ววิ่งไปสตาร์เบิร์สตรีมชนะอู้แบบกำหัวแล้วแบบโอ้กูดูอะไรเนี่ยโอ้กูดูอะไรเนี่ยมันดูพระเอกโชว์หล่อแล้วโอ้แบบโอ้ Jesus Braid มาดิ AI ไม่มีทางสู้เพลเยอร์ได้หรอกนะครับあなたはただの三奪者だ。世界愛は支配なり。20จะสู้24เหรอ สกิลไม่ติดกันคือผมไม่เห็นสกิลอาร์ตตัวเองอ
็ใช้ได้อยู่ก่อนที่มันจะเข้าคัตซีนโคตรแรงอ่ะดาบคู่ฟินิชอาร์ตอยากดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวนะขอบอกไม่มีสตาร์เบอร์สตีไม่ใช่เหรอวะไม่มีจริงด้วยอยากจะจริงๆมันน่าจะใช้หลบสกิลได้ใช้หลบได้สิพูดมาไอเนี้ยผมว่าไอเนี้ยสตาร์เวิร์สตีมเว้ยไอท่าเนี้ยท่าเหมือนกันเลยไม่ค่อยยึดติดกับท่าเท่าไหร่เลยแค่อยากปิดสวยๆเท่านั้นเองไม่ค่อยยึดติดเท่าไหร่เลยเสียงลงไปสิจะ2ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยยอมอย่า剣が2本ともに金属ではないとはねこうなれば仕方ないわอันนี้จริงๆแขนต้องขาด2ข้างแล้ว自分と早いけれど一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。ยูจิโอคงบอกพวกมึงเอามาจิ้มกันแม่นขนาดนี้ได้ไงวะก็ยังไม่ตายอยู่ดีここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。หั่นมันลงไปดิวะมึงจะแทงค้างไว้ทำไมมันไม่ตาย認める私はこの世界をดาบอีกข้างนึงอ่ะถ้าเป็นผมจิ้มแล้วผมตัดคอทิ้งทันทีเลยด้วยยังไงมันก็ยังพูดได้อยู่เชื่อผมปะありえぬ絶対に認めるわけにはยังไม่ตายหรือว่าในนี้มันตายวะอันนี้ชักจะไม่แน่ใจเหมือนกันตายงี้เลยอ่ะแต่ในอนิเมะมันจะหนีออกไปโลกด้านนอกนี่เฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นว่ะやったのかอาริスカーディナルお見事です俺たちคาร์ดินอลก็ต้องตายใช่หรอวะ
よかった。そうだ。I see happy end。งงเลยกู。มันออกง่ายเหรอ守った。せか。キリト。มึงไม่ได้ช่วยอะไรไว้หรอกเดี๋ยวแม่งดาร์ควินเทอรี่ก็บุกมามึงก็แพ้อยู่ดีไอ้ชิบหายたとえ記憶を思い出せなく僕はあ思い出が消え去るアリスもええ彼女アリス不思議ですね記憶はないはずなのにああの星なんだろうねあれではないですかあれとかあの星俺たちはアドミニストレーターをただ最終負荷実験を控えている以上それでも人によって人々の魂が悩みคีโตะคือมึงเข้ามาเพราะสมองมึงเสื่อมเว้ยมึงต้องออกไปด้านนอกเว้ยแล้วมึงออกไม่ได้เพราะตอนนี้กำลังโดนบุกฐานอยู่เว้ยโดนบุกอยู่กลางเรือเลยมึงยิงกันตุ้มต้ามเลยความทรงจำมันต้องเป็นผักไปแล้วดิกูงงเลยเซฟเกมก็ไม่ได้เอาดิいつまでほうけておるつもりじゃ。お主にはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべき。อย่าบอกนะว่าจะเตะโด่งคือโตไปง่ายๆแบบนี้เลย。こっちじゃ。ついてこい。システムコンソール。一体これは？これは。外の世界とつながるための道具だ。外の世界。アドミニストレーター、君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれ、キリト。君は一体何者なんだ？俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。この世界の外側にある別の世界リアルワールドという場所からやってきたんだそれじゃあ記憶がないってのはごめん嘘だでもどうして自分がこの世界に連れてこられたのかそれについては俺もわからないんだだからリアルワールドとつながるこの道具システムコンソールを目指してここまでやってきたユージを今まで黙っていてごめん。いいよ。許す。ユージを。君がどこから来たかなんて、僕には関係ないんだ。キリトがいなければ、僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできない。มันเล่นไม่ได้ได้ยินเสียงผมกดป่ะ。ปรับ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 。こちらこそ。ありがとうユージを。お前がいなかったら俺もここまで来られなかった話は済んだかの問題はまだまだ残っている来たるべき暗黒界との戦争そして聖号騎士たちの奪われた記憶ええそうですねじゃがまずはキリトお主の問題が先じゃエクスターナルオブザーバーコール。菊岡さん、聞こえるか？キリト君。キリト君なのか？久しぶりだな、菊岡さん。なんてことだ。記憶がロックされていないのか？俺はこの瞬間を待っていた。あんたとは。話さなければいけないことがたくさんある菊岡さんあんたのしたことはキリト君これ
キリト。เอ้า เอ้า ไอ้เหี้ยแม่ง一体何が。ไม่เข้าใจยิ่งกว่าตอนอยู่ในนั้นอีก肉体への傷はおろか天命の現象も一切ないようじゃ。อันนี้โดนกระชากออกจากเครื่องแน่เลยวะ返事をしてくれお主キリトに何をしたのじゃ君はわしはキリトの友人じゃお主がキリトに何かしたのではないのかいやこちらからは何もそうかキリトはお主と話している最中いきなり倒れたのじゃなんだってキリト君は無事なのか生きてはおるが呼びかけに応えん至急原因をこちらで調べてみるあなたがキリト君の友人だというのならキリト君の体を安全な場所で保護してほしい無論じゃそれでは一度切らせてもらうなーにーいけめんごんごでい話は聞いておったなひとまずキリトの体を安全な場所に移すそれからどうするんですキリトが倒れる直前何らかの神聖術が行使されたのを感じたもしかしたらアドミニストレーターがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれんめちゃいやキリトに何が起きたのかを調べるところからじゃユージよ手を貸してくれんかはい私も付き添いますいや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか。氷教会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを整合騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが。それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ仲間である聖号騎士の口から事実を伝え個人に判断を任せるべきだとわしは考えておる無論全てを伝えることだけが正しいというわけではない時には伝えないことで相手を救う場合もある誰に何を伝え誰に何を隠すのかはアリスお主に任せるわかりました。まずはおじさま、ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か。はい。あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。わかった。頼んだぞ。まだ行くじゃねえ。セーブゲームにや。ちょべためうらうちゃん。その後、おじさまを目覚めさせ。聖号騎士様。何事ですか今は騎士だけが参加を許される重要な会議の最中なのですはい、まっぱいいねがばね申し訳ありませんですが、非常事態でして構わねえよ、行ってみろそれが、空から人が空から我々を愚弄するのも大概に本当なのです上空からセントラルカセドラルの1階へ何者かが突如舞い降りてきたのですそいつは何てキリトという名前を口にしそのものを探しに来たとキリトおじさまああ何せよ油断するなよわかりましたそれでは行ってまいりますキリトを探していると聞きましたええそうよ何者ですかここはセントラルカセドラルの敷地内です許可なく侵入することは許されません私の名前はアスナあなたの敵ではないわアスナハマワイゴリヒッバ私が判断することですあなたはそれから迷うと今目早さりは一体どこから来たのですかああ驚かせてごめんなさい本当は
直接キリト君のところに行きたかったんだけど、あなたがキリト君の居場所を知っているのならお願い、彼に会わせて。キリトは今他人に会えるような状態ではありません。それは知っているわ。あと私はキリト君にとっての他人じゃありません。少なくともあなたよりは親しい間柄よ。それを信じろと。ええ、信じてもらうしかないわ。それでもダメなら力ずくですか。キリトに会うには複数の聖豪騎士を倒し、このセントラルカセドラルの島内へ進む必要があります。あなた一人でそれを試みるのは無謀だと思いますが。たとえ無謀だとしてもやるわ。キリト君を救うためなら私は何だってする。そのためにこの世界へ来たんだから。この世界へ。まさかあなたキリトと同じリアルワールドから来た人ですか。กูแม่งไม่จบไม่สิ้นリアルワールド。あなたなぜそのことについて知っているの。倒れる直前キリトに聞きました。それなら話が早いわ。私を今すぐキリト君のところへ連れて行って。彼が陥っている状況が分かったの。うまくいけば彼を回復させられるわ。分かりました。キリトの元へ案内します。ありがとう。ところであなたの名前は。私はアリス、アリスシンセシスサーティ。アリス、あなたが。どうかしましたか。いえ何でもないわ。急ぎましょう。มันตัดไปตัดมาตอนนี้ผมงงในเรื่องใช่ไหมเนี่ยここです。โหมาไวมากปกติต้องผ่านไป6เดือนอันนี้คือแป๊บเดียวเองダメだ倒れた時と変わらないよ。そちらは。彼女はキリトと同じリアルワールドから来たそうです。彼を回復させることができるかもしれない。キリトโดนเด็ดกันเอาปืนยิงยาใส่แล้วก็สูญเสียระบบประสาทสมองกำลังจะหยุดการทำงานนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นวิญญาณหรือว่าฟลักไลท์ให้กลับมาก็ต้องยัดเข้ามาในโลกนี้นะอันนี้คือเรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นはじめまして、アスナと言います。わしはカーディナルじゃ。友情です。アスナとやらキリトの状態について詳しく聞かせてくれ。わしの方でもいろいろと調べてみたんじゃが、回復の手立ては見つけられんかった。キリト君が倒れた理由はフラクトライト、魂へ何らかの攻撃を受けたようなんです。それによって魂の中心にあるセルフイメージと呼ばれるものが喪失してしまった。セルフイメージ。セルフイメージとは一体何ですか。それは意思決定を行う場所で、主体や自我とも言い換えることができます。主体や自我。ええ、少し難しいけれど、自分がどんな人間であるかという自己認識のことも指すわ。そこが喪失してしまったことでキリト君は自閉状態に陥ってしまったそうなんです。なるほど。主体、自我、自分がどういう人間であるか、聖豪騎士である私の人格が作られたものであった以上、私という人間は一体何なのだろう。私の自我とは。つまりわしらからの接触や呼びかけに対して自らの意思で反応することができないということかの。そのようです。ふむ、
アドミニストレーターは魂に対する様々な実験をしていた。中には人格を喪失してしまう被験者もいたからな。その実験結果を利用し罠を作ったのかもしれん。しかしそのような状態のキリトをどうやって回復させるのですか？私たちはキリト君が倒れてから彼の状態をリアルワールドから調べ続けていたの。その中で何度かキリト君の魂が活性化する瞬間を確認できたわ。私たちはどんな時に魂が活性化するのかを調べて、そしてアリスさんとユージオ君二人が理由だと分かったの。僕たちが一体どういうことですか？二人がキリト君に触れた瞬間、彼の喪失したセルフイメージが回復したの。なぜそのような現象が起こったのじゃ？接触によってアリスさんとユージオ君の魂がキリト君と一時的につながったようです。それが起きた理由はおそらく二人がキリト君に関する記憶を持っているからだと推測しました。キリトの記憶ですか？ええ、二人の持つキリト君のイメージ、つまりキリト君はこういう人間だという記憶やイメージがキリト君の失ったセルフイメージを補完して彼の魂が活性化したみたい。他者の中にあるキリトの情報がキリト自身を再び形成しようとしているということじゃな。それじゃキリトに触れ続ければ？それは難しいみたいなの。セルフイメージを回復させるにはキリト君に関する記憶がもっとたくさん必要なの。アリスとユージオが知るキリトがキリトの全てではないということじゃな。はい、完全に回復させるにはより多くのキリト君と親しい彼をよく知る人物が必要です。しかしキリトはこの世界の住人ではありません。関わった人物もかなり限られるはずです。ええ、だから外から呼ぶことにしたの。リアルワールドから彼の友人たちがこの世界にやってくるわ。彼女たちがキリト君に触れることで彼はきっと目覚める。彼女たち？よかった。彼女たち、リプープーキョスにこの場所へ導く必要があるようじゃな。おそらく彼女たちは私が出現したのと同じ場所に現れるはずです。まさか、いや、このものならば。どうかした？いえ、別に。それでは参りましょう。僕も行くよ。わしはここでキリトを見守る。頼んだぞ。あ、見て！来た！あの者たちが。พอจะเดาได้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไอ้พวกนี้ต้องออกมาในสนามรบแล้วริมฟาตาแหกแล้วตามหลักแล้วไม่คิดจะมีให้เซฟเกมจริงๆหรอวะคือไม่มีเสามาให้เซฟเกมเลยเป็น2ชั่วโมงแล้วอันนี้ผมกดดิสไลค์ให้เกมนี้จริงๆนะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เลยเซฟไม่ได้เชื่อไหมถ้าผมออกไปอ่ะมันจะให้ผมเริ่มเล่นตั้งแต่ไอ้เสาที่ผมเซฟคราวที่แล้วนั่นแหละคือผมเคยโดนมาแล้วเว้ย
丈夫よリーファ、すぐに目を覚ますわ。違うんです、シノンさん、危険な状態のお兄ちゃんを見るなんて私すっごく怖かったんですけど、いざこうしてみるとなんだか不安が薄れてきちゃったというか。まあ気持ちはわかるわ、意識がないというより普段通りのキリトよね。まあ確かにいつもよく寝てるけど。どうかしましたか？いや、外の世界のキリトもこの世界で僕が出会ったキリトも変わらないんだと思ってさ。こっちでもキリトは寝てばっかりだったよ。そういえばカセドラルの外壁にある狭い足場でさえキリトは眠りそうになっていました。キリト君はどんな場所でもキリト君なんだね。まったく危機感がないの、お主ら。アスナよ、キリトを回復させるにはどうすればいいのじゃ？全員でキリト君に触れます。それだけ？そして強く念じる。そうすれば私たちの記憶が流れ込んでキリト君は目覚めるはず。では早速始めるんじゃ。あれ、全員手を伸ばせ。カーディナルさんも手を出してください。わしは役に立てるとは思えん。キリトと過ごしたのはわずかな間だけじゃからな。共に過ごした時間なら私だって長くはありません。そうですよカーディナルさん、あなたはキリトと僕をここまで導いてくれた僕たちにとっての恩人です。つまりカーディナルさんはキリトにとって大切な人だ。だからあなたの記憶もキリトにとって必要なはずです。うん、仕方あるまい。さあキリト、いつまで寝ているつもりじゃ。どうしてなんだキリト、なんで目を覚ましてくれないんだ。人数が足りないというところかな。アスナ、キリトと親しい人間をもっと呼んでは来られないのですか？それは難しいと思う。 STL、 この世界に入るための道具の数には限りがあるの。六本木にある2台は私とリズさんが使っています。オーシャンタートルには4台あるけど、お兄ちゃんとアスナさん、私とシノンさんで全部使っちゃってるし。どうするのアスナ。キリト君の回復が終わったタイミングで比嘉さんが私に連絡してくるって話だったから。連絡ってどうやって？ STL を介して直接通信できるそうよ。何にせよ待つしかないのね。何もしてあげられないってのはもどかしいわね。何やらセントラルカセドラル内が随分と騒がしいようじゃな。アドミニストレーターの死が修道士たちに伝わったのかもしれん。それはありえません。最高司祭様の死は聖号騎士以外には伏せるとおじ様はおっしゃっていました。おそらく暗黒界との戦いに備えたこの絵軍の再編、再訓練のため聖号騎士やこの絵兵たちが動き始めたのかもしれません。みんな聞いて、比嘉さんからの通信が来たから伝えるね。やっぱりキリト君の回復には人数が足りないって。そして必要なのはアンダーワールドでキリト君と関わった人らしいわ。なぜアンダーワールド人が必要なのです？比嘉さん、アンダーワールド人が必要な理由は？はい、確かに。わかりました。キリト君の人格はアンダーワールドの経験によって以前よりも変化、成長しているそうなの。だからアンダーワールドのキリト君をよく知る人物の記憶が必要みたい。アリスさん、ユージオ君、誰か思いつかない？聖号騎士、キリトと戦ったものであれば、あるいは
僕が思いつくのはロニエとティーゼ、それからソルティリーナ先輩かな。ユージをすぐに呼んできましょう。うん、メディナー、エサ、メディナー。待って、ヒガさんが何かを見つけたと。え、はい、誰かがキリト君の魂につながろうとしている。直接触れているわけではないから、あくまでも接続を求めているだけらしいけど、正体がわからないから比嘉さんは接続させていいものか迷っているみたい。一体何者でしょうか。場所はこの建物の一番上。一番上？最上階？でもあそこにはもう誰も。細かい座標はもっと上。最上階の上というのは？上というより最上階の天井付近。天井？まさか。アスナさん、その人をキリトの魂につないでもらって。信頼できる相手なの。その人の名前はアリス・ツーベルク。アリス？私ではありません。私から奪われた記憶です。そして僕とキリトの幼馴染だ。彼女以上にキリトを知っている人間はこの世界にいないよ。分かったわ、ヒガさん。その人、アリス・ツーベルクさんをキリト君と接続してください。もうเดี๋ยวมันจะแยกร่างกันอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วเสาเซฟกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทรมานจริง2ชั่วโมงกว่าแล้ว2ชั่วโมง13นาทีここはどこなんだろう。อันนี้ผมจริงจังเลยนะระบบเซฟเกมนี้ห่วยแตกมากこの場所で俺キリトという人間は何をすべきなんだ。わからない。キリトという人間が俺には。なら私が教えてあげる。少なくとも私の知っているキリトはこんなところでおとなしくしている人じゃないわ。君はアリス。久しぶりね、キリト。なぜ君がここに。มีเขาไม่คิดจะให้เราเซฟเกมจริงๆเหรอเนี่ยผมตัดคลิปก่อนเดี๋ยวอัดต่อ